はい、どうも、年貢シューターと申します。今回も三国志 14PK 実況をやらせていただきます。三国の例シナリオ寿命までに中華一、続きをやってまいりましょう。現在 16% まで上がりましたね。このゲームは50までいけばクリアですから、あと 34% すぐじゃないかなんてね、お思いでしょう、まあ、思わないか。しかし曹操軍今48で、ここら辺余白あります。多分この余白とかですね、埋めつつこのなんか白水艦なんか攻めたらもう50超えるんじゃないかなとね、私は思います。ということはですね、曹操を倒さないと、倒さないとというか曹操の領地を削らないとクリアはできないというところですね。まあどう考えても劉璋でですね、あの関水に進むとかいうのはできる気がしない。一方我々孫権最後の根城建安ですね、ここを落とさんとしておりますが、兵数2万で武将は優秀な武将周瑜とはじめおります。ここをどうやって攻略するかですね、考えただけでワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやって参りましょう。毎回申し訳ないですね、あの考えただけでのところね、ここだってところで急にギアを上げるんで。というところで5500出てきた。これはなんだ、うわ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 、なんだこれ、戦術いっぱい出てきた。で周将かな、あんだんめいっぱい出てきたよ。これちょっとずつ交代にしました。これ引っ張れるだけ引っ張ろうと思って。さあこの出まくった孫権軍は戻るのか、戻らんでほしいな。どうしたら出てくるかな。馬中といよ、馬中は捕獲を持ってますね、貴重です。うん、コクリ逃げましたね。5ですね、看守が足りません。211年2月上旬、我々は二都市の方位を進めてまいります。うん、剣案に全部入っちゃいましたね。これはこれでちょっと困るな。役立ってみせる、首相、うん、といよ。そして一方調査ですね、調査は波及港を取りまして、次は羅、そして奥の臨床ですね。これを全て取れれば隣接がなくなります。いよいよ調査に攻めようというところですが、うまくいくでしょうか。うん、これ京南進まなくてもいい気がしてきましたね。曹操の親善ですね、緻密に戻します。これ長い目で見ると孫権を滅ぼして次師匠ですよね。師匠まで滅ぼしますと、これで大将軍になるかな。中老将、次が大将軍ですよね。大将軍になると降伏勧告ができるわけですよ。剣案詰めてまいります。どうなるでしょうか、あと一歩二歩でどう出るか。おっと、こちら狙い出しましたね。よろしくお願いいたします。二部隊だけでいいのか。王将取りました、名声持ちですね。動かぬも策だ。さてさて、火をつけたりしていきます。なるほど、関寧にご就寝、そんなところですね。おっと、豪華をかけられたぞ急に。ここら辺は赤れ目だと思いますね。出てくるか来ないか、来ない、あー出た来ないと思ったら出た。8000、これダメなやつだな多分。しまった、ダメでしょこれは。気を捉えて、これはどこまで行くかな。ん、どこまでだ、大体行った、大体行ったか。あ、この二部隊が生きてるな。で出地、うん、東洋、よろしくお願いいたします。いやこれどうなるかな。馬領が、うん、これどこだ、あ還元か。還元でもどうだろう、今微妙なところなんですよね。また関係悪くなるかどうかっていう。お、周瑜が出てきましたねこれね。なるほどなるほど、報告いたします。ちょっとこれ文兵捨てて前出るかね。えそれでもいい感じだな、文兵で周瑜とこの
テープを押さえてガッチャンコしちゃえばいいんでしょ。もう、まあ、あとチンブか、チンブをなんとかしないといけない。他にすることないのですか。いや、ないよ他にすることは。諸葛亮で出て火をつける、ここまではいい。で、観念をすぐさま前に出したいけど、チンブが邪魔なんだよね。なんで、このチンブをやっちゃうしかないんだ。ははっ、どうしようかな。これ諸葛亮こっちルートで前に出て、必ずや、で観念も回り込んで前に出るしかないかな。勝負の分かれ目過ぎたところでございますが、どうでしょう。微妙だな、ほんと微妙だな。これ都市訪ねて、うん、問いよ、容赦するの。かっ、うわうわ、出て、進化系、進化系だ。なんとか生きてるな、なんとか生きてる。で、このテーフがどうかな、テーフが微妙なんだな。で、なんか出しましたね、これね。噴泉を出したか、いいですね。周囲の兵数を減らしました。だが、テーフがどうなるか。で、チンブが前に出てますね。混乱のまま出ている。死者がお待ちです。これは倒せるかというところ。そうそう、死者、割上。はい、飛ばして飛ばして、どうなるところ、どうなるところ。チンブは倒して観念を前に入れたいところだが、微力を尽くします。政権投与、必ずやお役に立ちましょう。ご飯投与。剣は残り8000、そして周囲の兵数900、そしてテーフが1500になりました。で、ちょっとずつですね、この三越なんかも入りまして、これ狙い通りですね。三越に向かって足止めをかけました。剣案ダミーですね、肉壁となっております。そして諸葛亮が放った賭けボーボーに燃えている。で、観念入りました。観念を邪魔もうできない。オートが観念への隙間ブロックですね。あとは配置はどうでしょう。文兵がこの2部隊ですね、引きつけまして、あとの三越とかですね、これはもう思い切って平坦切りに行こうと思っております。深く、壊滅しょうがない。おっと、周囲は戻ろうとしているか。で、先にテーフが行きそうですね。これ一つ疑問なんですけども、まあ、まだ分かんないですけど、剣案次のターンとかで落ちたとしたら、この捕らえてる孫権の捕虜ってこれ解放した方がいいんでしょうかね、それともこのまま持ってた方がいいのかっていうね、疑問があるんですよね。まあ、解放した方がいいっていうところの一つ利点は、多分ね、あの剣案一個にあの捕虜をまとめられる、だから看守一人でいいわけですね。そうした方がいいのかな、全部解放した方がいいのか。今剣業と会計両方いるんですね。で、看守が2人、これで剣案ってなると多分剣業の方を手放すしかなくなるんですね。それだったら解放して、どうせ戻るから剣案に全部まとまる、やってみますか。これはね、案ずるより産むが安し、横山やっしー。はい、では全員ですね、戻しちゃいましょう。孫権所属、もしかしたら取れそうっていう武将もいるかもわかんないですけどね。もうリリースしちゃいましょう。この恩は忘れません。この恩忘れませんって言ってるからすぐ登用できるかも。それでは燃え盛る剣案、ボーボーのヌルヌルでございます。表現がよくわからないけども、どうでしょう。3200、耐久は最終段階、城の規模は中ですね。1500、テーフを撃破、捕らえる、間もなく周囲も捕らえそう。撃破周囲で、剣案を残り1300を切りまして、どうでしょう。ゼロになりました。さあ、やりましたね。どうでしょう、結構早いですよねこのペースね。
なかなかのペースで孫権を滅ぼしたんじゃないでしょうか。208年に始まりましたんで、3年ですか、約3年で孫権滅亡。捕虜は32人。私たちはね、リリースしたんだ。恩義に感じてる武将もいるはず。問いよ。せっかくの申し出ですが、お断りします。リクソンは来ない。27人失敗。9人しか来ないじゃないか、これ。9人しかよ。え、5人あれ、あ、32か。36だとね、途中から勘違いしちゃった。ねえ、痛々しいですね。では残りは捕虜で。さて、幼州制覇ですね。ん、でもこれでもまだ京北が取れてないんで、ていうか京北はもう絶対取れないんで、京南を取らないと中老省にならない。ていうか中老省にならないのか。そうか、なんかいつもどっから勘違いしてるな。もう州僕だから州取れてる気になってるんだよな。初めてですね、州制覇これで初めてか。そうかそうか。ってことはだ、いや、ここはちょっとよく考えた方がいいですね。次州を取ると中老省、これで包囲占領。その次ですね、州を取ると大将軍、大将軍になると降伏勧告。降伏勧告を有利に進めるにはですね、やっぱり京南を残しておいた方が。降伏勧告一発ですね、一発一発一発とっていう感じで4つ都市が取れる。だから大将軍になるので一番早いのは、まあ曹操と戦うのを抜きにしたら南中制覇かな。ですよね、南中制覇になりますよね。南中制覇辛いな、結構遠いから。ただ兵力はねないから、どっちにしろ南中取らなきゃいけないんですよね。難しいな。だ、師匠を攻めるのと同時ぐらいにもう劉将と手を切ってですね、甲州に攻め込む。そこから南中行きがよろしいかと思いますね。であとは降伏勧告で済むんで、一番下策はこれ全部そのまま戦っちゃうのが一番下策だと思いますんで、ですね、京南取って師匠を取ると大将軍にはなるんですが、劉将を降伏させるのが1都市は取らないといけないのかな。4都市以下ですよね、確かね。5都市じゃいかないですよね。だからその時の状況次第なんですよね。もう指導が取られてればまあいけるという感じなんですけどね。どうかな。まあいろいろ準備はしつつですね、とりあえず師匠は滅ぼすという感じで進めましょう。ん、これホロじゃないんだ。これザイヤだけど、これ逃げちゃうんでしたっけ。あれ、逃げちゃうとしたらこれあれだな、勘違いしてたな。そしたらホロの方がいいんだ。いや、アホなんですかね僕ね。いや、どうなんだろう。出発いたします。これ逃げるやつですよね、自由に移動しちゃうやつですよね。早くじゃあいいやつは取りに行かないとダメですね。一旦ですね、この前線基地建安にですね入りまして、いろいろ編成のし直ししてまいります。忠誠を。同時に東洋ですね、よろしく。もう全力で東洋祭り。忠誠を。他にですね命令書を使ってられない。何せ27人ですからね。で、定府を捉えてまいりました。どうでしょう、取れるかどうか問いよ。取れないんかい、60歳。ん、捕虜と在野に分かれてるな。なんだろうこれ。捕虜はバーっているんですけど、これ在野になっちゃってるのも結構いる。動いちゃってる。これなんだろう、差はなんだろう。さて、このターンいろいろ企みましたね。埋伏の毒から地域怪獣、あとはですね、まあ、東洋ですね、東洋がほとんどなんですけども、もう一つ劉将に交換行きました。劉将に忠義を尽くします。地域を
よこせと。これ絶対よこさないと思うんで、地域と金銭、世話になる、これを要求することによって関係を下げると。世話になる。で、私ね、関係を下げる方法ね、模索してて前から、どうしたら下がるんだろうなと思ったら、好感がありましたね。役立ってみせる。これで下がってですね、破棄はしてくるのかな、どうなのかな。頼むぞ。さすがにね、平常まで下げたら破棄してくるんじゃないかなと思うんですけども、何気にですね、勸玄がなんかね、再送を攻めようとしております。遅い船でね、のたくらのたくらなんか再送に向かっておりますけども、手不当よ。これいつなったら再送つくんですか、あんたたちは。こんなもんや。博羅湖取りました。もう私たちのですね、侵略は進んでいる。劉表周遊、我が最終をお見せしよう。よし、これで無敵の炎の中を歩ける人間を手に入れた。よろしくお願いいたします。ちょっことよ。願わくば、お、大凶取ってすぐ死んだ。いやー、惜しいな。でも応援とかね、全然ないですからね。さて今回ですね、孫権を滅ぼしました。これは大きな一歩です。次はどう見ても師匠ですね。師匠兵数なかなか多いですね。しかしですね、武将数が少ないんですね。師匠は取れないわけですよ。ここもう自分の一族ぐらいしかね、最初からいないわけですよ。全部で7人かな。7人だとこの兵数を使い切れないんじゃないかなと思います。特に南海2人ですからね。これは無理でしょう。2人で歩兵と訓練やっちゃってるんで、これ外にいるのはゼロですね。負の担当ゼロ。これはもう取り放題なので、どうだろう、出てくんのかな。2人じゃ出てこれない気がするんだけど、まあ出てきても2人で、我々懸案なんとか3万ですね。あとは物資が入れば進めるんですけど、あ、入りましたね。6万入りました。これは何回ぐらいだったら進めるでしょう。次回何回攻めですね。ダダダッと行きたいところ。もう211年の6月半分が過ぎました。あとは還元以外はまあもう下手したらもう同盟結んじゃってもいいですね。うん、あの短い期間で刻みながら。さて今回のシェア 19.5、 3% ぐらい増えましたかね。で、曹操軍49で止まりましたね。あら、これは戦わずしてっていう可能性もありますよ。49で止まった。我々が51になる可能性もある。いやー、ワクワクしてきましたね。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタンをガガガガガッと押しちゃってください。 Twitter フォローは概要欄です。それじゃあみんな、またゴー。